漢中市。漢中盆地にほぼ一致。漢中軍は古代中国に存在した軍。後に漢中は軍の役所が置かれた南帝を中心とした一帯の名称となる。劉邦が起こした漢王朝や現在の漢民族や漢字などの名称の由来となる地名でもある。孤立した盆地の漢中盆地になっていて、北は 心霊山脈で西安など、伊水盆地と、南は大友江山脈で重慶など、四川盆地と隠されている。長江支流の関水が、東西に流れていて、東に下ると、長江流域へ出、西へ上ると、関宿省の天水付近へ出る。関水やその支流の放水、諸水などが流れる肥沃な盆地であり、関水の中ほどにあるので、 関中と名付けられたと伝えられている。経済的には豊かな土地ではないものの、北は関中、南は破職、東は関水を下って、長江流域に出られることから交通の要所であり、関中や破職を支配する勢力にとっては、関中を抑えることは、軍事的に重要であった。抗義の職もしくは関中は、競技のともえ。 艦中の三つを合わせた一体のことを指す。古くは、領州に属し、後には、独立した国家を持っていたが戦国時代に、旗に併合される。紀元前325年、艦中軍と命名されて、南帝県に異軍地が設置された。一時祖に奪われるも、紀元前312年に回復した。旗が滅んだ後は、劉邦は、 本来封じられるべき冠中ではなく、この冠中の地に封じられた。この冠中の中で、国史無双関心を見出し、天下統一への足がかりとした。そのため劉法は、漢王を名乗り、帝位につくと国号を冠とした。前漢代には、益州に属し、西条、修王、南帝、法中、暴陵、安陽、白方、美、武梁、神磯を、 長都市の十二県を治めた。前巻末に十万千五百七十個、三十万六百十四人が、あった。真の大毛が新西軍と解消したが、五漢で戻された。五漢の時代にも駅州に属していた。五漢末に、黄金の乱で、世の中が乱れると五都米道がこの地に勢力を伸ばし、長路が南帝を、官連と改名して、 独自の王国を築き上げ、駅州牧であった龍縁と対立していた。その後、長安から領州を平定した曹操と、龍将を降伏に追い込み、駅州を奪取した龍備に挟まれる形となった長炉は、曹操に降伏したため、曹操は、南帝の古将を復活した上で、過去縁を,を中頓させるが、後中率いる龍備軍は、過去縁自身をも討ち取る対象を収め、 漢中は、劉備の支配権となった。かねてより前漢の第六代皇帝、京帝の子である劉将の後営を称していた劉備は、前漢の皇祖、劉法に習って、漢中王に即位し、直後に五漢が義への前上により、名実ともに消滅すると、漢の皇帝として即位した。劉備の死後は、上将、諸葛亮が、漢中に中途にし、北伐の拠点としていた。 諸葛亮の没後、263年に、儀が諸を滅ぼした後は、漢中を含んだ益州は、儀の支配権となった。しかし265年に儀は禅城により、重臣のしばし一族率いる進に滅ぼされる。呉を280年に滅ぼして三国を統一した。精神は、領州を復活させて、漢中軍を所属させた。 短命に終わった精神が滅亡した後の南北朝時代には南朝と北朝の両勢力が接しており、その貴族はたびたび変更された。隋の時代に一時、関川軍と解消したが、唐になって旧に服され、後にハ州の管轄区域が関中軍のみとなると、そのまま両州と解明された。特捜の時代、節度市の反乱によって、 長安を追われた特捜が、冠中に、ガリッシュ島を置き、以後、京元府と改名した。北曹には京元府は、李修路の地所となり、周囲の生徒府路、あず修路、修路と合わせて、四川路と呼ばれるようになる。その後、金に奪われるものの、北側に接していたモンゴル帝国が南下の際に京、元府を占領して、関水から、金の領土の南側に回って南北から、 狂撃、金の滅亡につながった。モンゴル帝国が分裂して、元の時代には京元府に代わって、京元寺が設置され、同時に、京元寺の貴族も従来の支線から分離されて、先生省に変更された。1370年、明の後文門は、京元寺を、官中府として遠以来途絶えていた、官中の故障を復活させた。1601年、 南定県に万歴帝の息子、隋王主、城広氏を封じた。清になっても館中府の故障は維持されて、辛亥革命後には一時、館中路が置かれたが、後に、先生省に再統合された。中華人民共和国が成立した1949年、館中の中心であった南定県を分割して、県の市街地中心部を南定市とした。 1953年に南帝市は現在の関中市に改名された。1958年に隣接する法条圏の一部を編入する。1964年に一時市政が廃止されて関中圏となるが、1981年に急に復した。ありがとうございます。